さくらちゃん。はーい。あれ先生。はい、どこにいるの？あ、いた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 。先生。こんにちは。バグズクッキング始めまーす。全然見えない。ここでーす。自粛期間は、誰とも喋ることがなくて物音が恋しくなりました。そんな時はマダガスカルゴキブリの足音を聞いてみました。井上さくらです。山翔一です。ですね、最近本当に新しい虫と出会うことが結構暇だったもんですから、いろいろな虫と出会ってます。で、フチングロトゲ枝シャクっていうシャクが蛾の幼虫いるんですけども、でこれヨモギ虫ってヨモギの葉っぱを食べるんですね。だから香りもすごくヨモギのいい香りがするので、でサナギが結構今みんなサナギになるなってますから、このサナギをですね、なんかうまく調理してヨモギの味を楽しみたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。では今日の食材を紹介します。これは乾燥のタランチュラと、あと冷凍のジョロウグモ、そして玉ねぎ、牛乳、コンソメ、バター、トッピングのバジルとトマト、あとチーズですね。先生、今日はこの材料を使って何を作るんですか？今日はスープじゃないですかね、クリームスープじゃないですかクリームスープ、はい、わかりました。クリームスープですよね。はいはい、タランチュラも入るんだけど、今日、はい、ちょっとすりつぶして風味がいいので入れてみようかなと思います。あ、なるほど、はい、はい、じゃあそれちょっと粉状にしてって感じですよね。はい、うん、はい、わかりました。じゃあそれでいきましょう。はい、じゃあまずちょっと雲の下処理からしていきます。先生、これ何個でしたっけ？玉ねぎどれくらいですか？4分の1。はい、はい、先生はきっと画面の上ぐらいにレシピを置いて見てみて。そうです。私、記憶力悪いんです。最近は、ね、もう全部覚えたいんです。関係を置いてます。なるほど。4分の1を、これは細かくって感じですか？これだから1センチ角。1センチ角、はい。で、普通の料理番組っぽい。今、雲ないから。4分の1、これ2分の1切っちゃった。じゃあこの半分を使います。あとパセリ、パセリも切るんでしたっけ？パセリはもうみじん切りですか？みじん切り、はい。これどんくらいだろうな、パセリ。結構な量必要ですか、これは？もうそれはもう適当ですね虫以外は先生結構適当ですよね、基本的にあんまり興味ない虫以外。いや、そんなことないですよ先生は今の年になってもまだ新しい虫の発見というのはありますか？ありますね。さっき最初に紹介した枝タナシャクとかですね。ああ、虫って本当種類多いですから、はい、当然ながら新しい出会いって結構たくさんありますし、うんうん、それがやっぱり一番昆虫食の魅力の一つですよね。確かに。じゃあ本当もう一生かけて食べ尽くすって感じですね、虫を。いいがないですね。それこそ200、300歳にならないとかで、そんなに確かに。もうこれはもう、さくらちゃんにあと、ついていただいて。そんな、まだ先生、まだ生きるじゃないですか。まだっていう言い方ですか。まだ全然元気じゃないですか。いや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 。もうさくらちゃんの情熱には負けます、完璧に。そんな、先生の弟子になります。でも なんでそんなに虫を食べる情熱を燃やすようになったんですか？なんでですかね、なんか原動力あるんですか？虫調理してると食材というより生き物って感じするじゃないですか。だからなんか栄養摂取っていう、なんか食べるっていうことから、なんていうんですかね、それ自体が、食べること自体が楽しいというか、その調理するのも、その生きてるところから見てるのも含めて、なんか命食べてるなっていう感じが、なんか一つの、そうですね、感じします。そうですね、その素晴らしいなっていう感じします。それは、はい、なかなか今そういう経験できないですもんね。ね、そうですね、なかなか、この
年からできててよかったなって感じはしますね。まあそういう意味のさくらちゃんは山に生まれたっていうのは大きいですよね。あ、大きいです。なんか虫から、あの虫にずっと触れてたっていうのはすごい大きかったですね、うん、きっと。最後の経験って大きいですよね。うん、そういう経験できる環境にね、うん、日本もだんだんね、向かっていければいいんですけど、だからちょっと、ね、まあ、その今のコロナっていうのはそういう意味では非常に一つのきっかけになるかもしれませんよね。うん、あのもうちょっと 地方にこう分散して暮らせるようになれば、はい、あ、確かに確かに、ね、虫を食べるには自然と触れ合うチャンスも増えますし、うんうんうん、いや本当なんか普及したらいいなと思います。はい、そこら辺をぜひ、こうさくらちゃんも強調していただいて、昆虫食の良さ、はい普及活動ぜひ頑張ってください。ちょっと昆虫食といえば井上咲楽と言ってもらえるように頑張ります。そう、うん、もうすでに合ってると思いますけどね。いやますますぜひ頑張ってもらって。そうですね、ちょっと最近ライバルが多いので、頑張ります。増えてきてる気がします。まあいいことですけどね、昆虫食に興味ある人が。というわけで玉ねぎが切り終わりました。はい、ではまず雲を茹でていきます。この冷凍のジュロウグモこのまんまジュワッと、はい、うん、先生、今回ジュロウグモとタランチュラ食べるんですけど、他になんか食べられるおすすめのクモっていますか？比較的その2つがメインじゃないですかね。おお、はい、なんか家に出るクモとかはどうなんですか？あ、そうだ、家に出てくるこうちょっと大きめな雲もいますよね。はい、はいはい、これもすごく美味しいですよ。あれは、あ、美味しいんですね。へえ、色が真っ黒なんですけれども、はい、一皮むくと中の身が真っ白。あ、そうなんだ。へえ、すごく中の身が美味しいですね。うん、あ、踊り出した、踊り出しました、真ん中のお腹が。また調理方法によって全然味が変わるというか、食感も変わるから面白いですね。どうですかね、もうちょっとですか？大丈夫だと思います、そのくらいで。はい、わ、はい、かりました。じゃあ揚げちゃいます。はい、おー、身がまた引き締まって扱いやすくなりましたね。はい、ジョロウグモの方は下処理完了です。では次に、タランチュラを下処理していきます。このタランチュラをですね、すっていきますね、先生。はい、これを粉状にしていきます。おお、なんかいい音しますね。いい音、 ASMR 的な今流行りの咀嚼音みたいな。あ、いい音。ほら、めちゃくちゃ乾燥、フリーズドライなのがわかりますね。おー、なんかふりかけみたい。うん、おいしそう。結構砕いてる。これちょっと塩とか海苔とか入れると本当にいいふりかけになりますね。ね、おいしそうですよね、このふりかけも。でお茶漬けとかに垂らしても。カニ味噌お茶漬けになりそう。あ、いい香り、本当に。カニ味噌だ。高級品ですね、これはもう。でもタランチュラって結構高いですよね。タランチュラ高いと思いますね。これだって結構高いんじゃないですか。高いと思います。一つ1000ぐらいしますよね、確か。しますします。だから、ご褒美。今日も大事な収録でした。あ、結構細かくなった。いい感じ。すみませんね、押さえてやれなくて。ねえ、先生寂しいなぁ。よし、いい感じじゃないですか。もうこんな感じでスープに入れたら、はい、こうなりました。おー、ふりかけ、これふりかけにして先生に送ってあげたいくらいですね。よし、じゃあ雲の下準備は終わりました。では最初に、バターを温めます。バター入れて、クリームスープなのでバターで濃厚に。で、そこにさっき切ったこの玉ねぎ入れて、クモも入れちゃいます。足を取っちゃってもらって、はい、で、ポンポン鍋に、はい、
入れちゃう感じですかね。で足はこれ取ってちょっと でとりあえず玉ねぎを炒めます。はい。うーん、バターのいい香りが、ね、いい香りしますね。いい香りしますか先生。あー、いい匂いだ。匂いだけでも来るといいですね。ねえ、そんな機能があればいいですけどね。最近美味しかった虫は何ですか先生。そうですね、最近なんだろう、いろいろあってパッと思い浮かばないけど何が美味しかったか。外見て考えてますよ先生が。そうなんですか。いるんじゃない。ね、そこに飛んでるあれかなみたいな。そうだ、さっきのあのスチンブロ、はい、枝、トゲ枝作、あれの幼虫。ほうほうほう。うん、あの幼虫はすごく美味しかったですよ。へえ、何味なんですか。やっぱヨモギ。幼虫なので比較的その脂肪とタンパク質と、うん、そこら辺がこんなく調和されてて、へえ、なんだろう、すごくいくらかの甘みがあって、タンパク質のマスって言いますかね、上品の癖がなくて、でも柔らかで、でかすかにそのよもぎの香り、やっぱり、よもぎの香りがして、初めて食べたんですけど、はい、結構美味しく食べれましたね。結構玉ねぎがしんなりしてきました。そうですね、その辺でもういいんじゃないかな、赤く透明感出てきましたね。出てきましたね、結構。うん、はい、透き通ってきました。はい、牛乳入れます。牛乳、コンソメ、塩、コショウですね。コンソメを小さじ1、これまだ、ジョロウグモはまだいいですかね。そうですね、もうちょっと煮立ってからでいいんじゃないですか。はい、わかりました。そのトッピング用ですよね、3匹。あ、ジョロウグモじゃない、ごめんなさい、タランジュラかな。タランこなタランチュラ。タランチュラ。はい、さっき隣にしたやつ。はい、あ、もう、あ、それもいいと思います。入れましょう。はい、わかりました、入れます。タランチュラ、タランチュラ。おー、なんか匂っていきそうですね、いい香りが。うん、なんとなく、うん、香ばしい香りがしますね。香ばしいですね。ね、おー、美味しそう。クリームスープができそうな。うらやましいですね。先生、近すぎる。やっぱり、テレワーク良くないですね。良くないですね、ちょっと。近寄りすぎちゃいますね。あー、美味しそう。先生、結構今一旦煮立ちました。じゃあ、チーズを入れていきます。はい。このピザ用チーズ的なものを。入れていきます。はい。さっと。で、これを溶かしますね。いやー、なんかチーズが入ってるとみんな安心した顔になりますよね。だんだん。どうですかね、こんな感じで。結構シャバシャバなんですけど、シャバシャバな感じだけどいいのかな。きっと。に濃厚ではあると思うんですよ。清田さん、どうですか、大丈夫。はい、はい、わかりました。じゃあ結構もうチーズも溶けてきて、煮詰まってるので、これで火止めちゃいます。はい、完成です。あとは盛り付けます。ではいただきます。いただきまーす。いただきまーす。わー、ちょっと冷めないうちにいただきますね。この雲とスープといただきます。あ、おいしい。このタランチュラの出汁が効いてるので、カニ味噌風味スープみたいになってます。濃厚な、うん、あ、これは美味しいですね、すごく。ほら、結構あのタランチュラのあれって美味しいですか、味は。美味しいです。出汁がちゃんと出てます。ほら、結構具沢山で、その中にタランチュラが砕いたやつが
入ってますもんね。はい、美味しいですよ、それはぜひ私も試食したいですね。試食したすぎて結構前のめり。このミルク感ともすごく合います。あ、美味しい。これこのプチプチ感もいいですね、ジョローグモの。やっぱちょっと水分吸って、多少はその食感が出てくるんですけど、それもなんだろう、ちょっとかつお節っぽい感じですね。なんか使い方としては出汁を取るような。はい、なんかもうちょっとクリームっぽい牛乳感強いかなと思ったら、意外とその牛乳感とそのタランチュラの、あのカニ味噌感がすごくいいです。合います。それは新しいメニューですもんね。新しいメニューいいですね。いやこれ幸せですね。幸せです、幸せですね。私はだからさらに幸せいっぱいで、はい、こっちは幸せで見てるだけでこの楽さは何なんですか。今のうちにいっぱいマスターして、いつか先生にも私のメニューをそうですね、はい、披露しますので、うちにぜひ出前に来てください。出前いいですね。バグズクッキングがウーバーイーツ的な。まあでも美味しく食べていただいてよかったです。はい、すごい美味しかったです。ありがとうございます。メニュー、はい、ありがとうございました。美味しかったです。